はい、始まりましたタイソンチャンネルです。よろしくお願いいたします。本日ですね、セカンドステップの慶太郎さんにお越しいただいております。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お願いいたします。いや、久しぶりですね。お久しぶりですね。お久しぶりです。まあお久しぶりといってもそんなに久しぶりではないかもしれないですけど、なんか久しぶりな感じしますよね、収録ってなると。そうですね。ちょっとまあ今回は何で来ていただいたかと言いますと、はいはいはい、セカンドステップのチャンネルの方でですね、久保博臣を潰すっていうタイトルで動画が上がっておりまして、これちょっと何事だっていうことでちょっと見に行ってみたら、ちょっと久保博臣っていう名前を彫った入れ墨をまあ上から塗りつぶしてまあカバーしているという動画だったんですけども。そうですね。いや、すごかったですね。あれ痛そうし、痛そうですよね、お腹はさすがに、うん、バチコリ痛かったですね。あれキリンの絵を彫ってるんですよね。そうです、そうです、そうです、キリンですね。めちゃくちゃ痛そうでした。あれでも1回じゃまだ完成しないんですもんねなんか時間の関係で2時間しか掘れなくて。そうなんですね。はい、だから筋彫りだけ。あ、そういうことですね。はい。そっか、でも2時間だとそんなに進まないですもんね、そこまでは。そうなんですね。で、ちょっと自分のキリンが、はい、細かくて。あー、そっか、絵が細かいとまたさらにかかりますもんね。そうですね。ただめちゃくちゃ痛かったっすいや、お腹もね、場所によると思うんですけど、私もちょっとへそ下にお腹に入ってるんですけど、その時はもう、やっぱお腹は痛いよってもう最初から言われてて、で、はい、本当にいいのって結構確認されたんですよ、大丈夫みたいな。はい、まあいつも通ってる堀さんだったんで、多分私のその痛みに耐えれるレベルを知ってるから、本当にいいの、大丈夫なのってすごい確認されたんですよ。はい。で、私も、いや、そんなか、そこまで堀氏に言われたら、ちょっと躊躇するじゃないですか。え、そんなやばいのみたいな感じで、いや、どうしようと思ったけど、じゃあ、6時間、ぶっ通しで予約取れる日にしますって言って、もう1日で完成させられる日にしか行かなかったですね。ああ。何回もってなると、もう嫌になるじゃないですか、はいはい、絶対痛いから。いや、もう本当に、動画でも言ったんですけど、はい、あ、もう無理かもと思いましたもん。逃げ出したくなりますよね、本当に。マジで。なんか、いつもだったら、はい、なんか腕とか入れてるんですけど、はいはい、まあ、そこまでなんか、うん、あんまり歯を食いしばるぐらい痛みっていうのは感じないんですよ。そうですよね。ただ、鼻入れた時は、あ、これマジでやばいなと思って、歯を食いしばっても、歯食いしばったらそっちも痛いし腹も痛いしどうしようみたいなめっちゃわかります。なんか歯食いしばりすぎてなんかもう痛くなってきますよね。逆に痛くなってくるですね。だからもうずっと野面で地蔵してました呼吸を整えてタオルとかね噛んでた方が良かったかもしれないですけど、もうあと2回ぐらいあるんですかね、これは。そうなんですよ。いや、もうぜひ次はタオルとか持ってってもらって、なんか思いっきり噛んでもらった方がで、これまたうつ伏せとかになれないのもちょっと、うつ伏せとかだったらなんかこうグッとね、うつ伏せの状態でなんか掴んだりとかできるじゃないですか。そうですね。仰向けだとなんかどこに力入れていいかわかんないですよね。なんか なんて言ったらいいのかなちょっときついです。もうこれちょっと笑ってましたもん。だって、あ、私も笑われてましたもん。なんか拷問でも受けてんのかみたいなぐらいめっちゃ汗かいてでも拷問みたいなもんですよね、あれ本当に。いや、自分変な汗めっちゃかきましたよ。ベタベタになりません、最後終わった頃。ベタベタになりました。おー、痛かったですもん。掘る時もね、かなり痛い思いして掘ったと思うんですけど、ちょっとこれをあと2回にわたってカバーするということで。そうですね、完成、はい、次の時は、はい、まあまだ途中なんで動画は撮らないでおこうかなと思ってるんですけど、はいはい、まあ完成したらもちろん、はいはい、あの動画撮ろうかなと思ってるんで、 そうですね、その時は皆さんぜひ見てください。はい、ぜひぜひお願いします。ちょっとまだ1本目見てないよって方、概要欄から見てください。かなり痛そうなんでよろしくお願いします。まあ、よろしくお願いします。今日はですね、ちょっとその、まあ、そんな入れ墨の話に関係することで、ちょっとまあちょうど、はい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 、慶太郎さんがこのカバーアップの動画出されたタイミングでよかった、ちょうどよかったんで、取り上げようかなって感じなんですけど、はい、大関さんからちょっと情報をいただきまして、
で、はいはいはい、ちょっとこれから画面にスクショ出すんですけど、タイソンのファンの人とタイソンとの、DM のやり取りが今出てると思うんですけども、はい、まあ、ちょっとあの前後の会話わかんないですけど、頼むよよろしくありがとうございますで、ここからですね、今日は空いてないの、今日はすいません、じゃあ明日ね、で辞退が何個か送られてきて、どの辞退がいい、どれがかっこいいですかね、はい、っていうこういうやり取りがあるんですね。で、はいはい、これはなんかちょっと文面だけ見るとどうなのかなって感じなんですけど、一応なんか聞いた話だと、まあ、入れ墨の強要があったと、またまたすかっていう話で、まあ文面見るとね、どうなのかなって、まあちょっと断りきれなくて合わせて喋ってるだけの可能性もあるんですけど、ちょっとあるんですけど、はい、まあ一応そのまた俺の入れ墨を入れろよっていう話があってのこういう会話みたいなんですよ。はい、これなんかそれってそのやり取りってあれなんですか、はい、その本人が送ってるってことですもんね。そうですね、大関さんのところにこの情報が来て、で大関さんからまたやってるみたいだよっていうことでご提供いただいて、あの動画にしていいよっていう許可いただいて今話してるんですけど、まあ多分ご本人が送ってるってことは強要されたっていう事実があったという話だと思うんですね。これまたすか。まあね、これ多分文面だけ見ると別になんかこの人も乗り気じゃんって思うような文面に見えるかもしれないですけど、わかんないですよね、はい、やっぱりその、本当ですね、入れてよっていうふうなこと言われて、なんか断るのも怖くて断りきれなくて話合わせてるだけの可能性もあると思うんで、まあね、その真偽はちょっとあれですけど、まあでも何回目なんだろうって感じですよね。ちょっとまあ慶太郎さんはね強要じゃなかったとは思いますけど。そうですね、自分の場合は違いますね。ただ、はい、自分はまあ強要じゃなくて、はいはい、まあ、自分の去年の10月頃に、はい、あの背負っていいですかっていうのを本人に確認取って、はいはい、まあ、自分のお金でね、もちろん送ったんですよ、はいはい、だから、まあ、僕に関しては強要ではないんですが、はいはい、まあ、後輩、あの自分の方でも動画出してるんですけど、はいはい、まあ、K君に関しては、はい、もう本当動画でも話した通り、なんか急に朝方ね、久保の方からね、はい、連絡があって、はい、あの、まあ、K君がなんか入れ墨入れたいって言ってるんだけどいいっていう連絡をもらったんですね。はい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 。で、まあ、一応その彼の中では、まあ、一応自分の後輩だったっていうこともあり、はいはいはい、まあ、一応慶太郎の耳にもね、うん、入れとかなきゃいけないかなって思って連絡したんだけどっていう感じで連絡はいただいたんですよ、うん、はいはいはい。で、まあ、自分からしたらでも本人が、はい、まあ、入れたいってね、うん、その言い方だと、まあ、K 君の方から、うん、まあ、久保に入れてもいいですか、ちょっともいいですか、まあ、どういう言い方したのか分かんないですけど、はいはい、まあ、なんかそういうニュアンスの言い方をしてきたんですよ、彼が。はいはい、まあ、だから、まあ、でも、じゃあ本人が入れたいのであればいいんじゃないですかっていうことを伝えたんですよ。はいはいはい。まあ、だけど、その後すぐに、K 君にも連絡したんですね。はいはい。掘るのっていう確認みたいな感じで電話したら、はい、なんか仕事終わりに行きますみたいな。うーん、まあ、一応確認はちゃんと本人にはしてるってことですもんね、入れるのっていう、本当にっていう。あ、そうですね、はい、K 君の方に確認したら、まあ、なんか入れると、仕事終わりになんか待ち合わせしてるんで入れに行きますと言ってて、はい、でもその K 君ってあの名前の入れ墨を掘る、はい、2ヶ月ぐらい前に自分が堀氏を紹介してるんですよ、はい、それはあの K 君が掘りたいって言ってたものがあって、はい、それを掘るのに堀氏紹介してくださいって言って堀氏を紹介してあげたんですね、はいはいはい、で入れてるんですよ1個。あ、もうすでに1個入れてる。1個入れてたんですよ、はいはい、はいはい。でも、はい、その時に、まあ今どうかわかんないですけど、はい、その時付き合ってた彼女さんがいて、はい、その K 君には。はいはい。で、その入れ墨を入れるのも、まあ、結構なんか嫌がってたらしいんですよ。はいはいはい。だから、そんなに嫌がってたのに、わざわざその、まあ名前なんて言ったらね、まあ、結構、なんだろうな。なんて言うんだろうな。あ、まあ結構、ちょっと、そうですよね、自分のやんちゃめというか、はいはい、なんか
人の名前とかって結構重いじゃないですか。そうですね、だって自分の好きな絵柄彫るのでもちょっと彼女さん嫌がってるのに、なんか知らない人のやつ彫るなんて言ったらもっと嫌ですもんね、その人からしたら。そう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 、そうね、まあだから、うん、おかしいなと思ってたんですよ。はいはい。まあ、だけどその入れ墨をね、その前にその名前を彫る前に入れてるんで、はい、入れたくなったのかなとも思っちゃったんでね。まあまあそうですよね、はい、はいはい、まあだから、あ、そうなんだ、分かったって終わったんですよ、はい、その K 君、その後輩との会話はその日終わって、その何日後かに、はい、あの K 君もそのグループラインに入ってたんですね、はい、そのチーム体操のグループラインに入ってたんですけど、グループ大会してて、でそれを久保の方から聞いたんですよ、はいはい、うん、なんか K 君大会してんなみたいな、で確認取ったら本当にいなくて、はいはい、でその時に、あ、これいなくなったなと思って、はい、普通の電話番号と LINE とで2回電話してるんですよ、はい、でももちろん着去ですよね。え、そうそうそう、健太郎さんが着去されてたんですか。そう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 、自分も、着去されて、でインスタもいなくなってたんです。え、それはもともとその体操云々関係なく、もともと昔から付き合いがある後輩の方だったってことですか。前、職場が一緒だったんですよね。ああ、そうなんですね。はい、職場が一緒だった後輩だったんですけど、でもそれだって入れた直後に退会して着去してるってことは、なんかその強要っていうものがあったとか、まあお金のすべてはないのかな。いや、でもその入れ墨代は確か彼が払ってるんですよ。そのケイ君じゃなくて彼が払ってるんですよ。はい、そんが出してるんですよ。はいはい。はいはいはい。だから、なんだろうな、お金を盗まれたっていうのはないと思うんですけど、多分その、入れた時に多分彼女にすごい怒られて、まあ、結構あの、喜怒哀楽っていうか、まあ、結構やみやすい子ではあったんですよ。気持ち的に。はいはい、うん、まあ、弱い子ではあったんですよね。なんか。あんまり自分の意見をはっきりと言えないっていう。だから、彼がね、2回あの、同じ会社になってるんですけど、その1回目の会社の時に、はいはい、まあ自分が先に辞めたんですね。はい、で、はい、彼がもう辞めたいって言った時に、はい、あの、自分がまあアドバイスとかしてあげたんですよ。はいはい、で結構プライベートとかでも、仲良くしてたんで、はい、家に泊まったりとか。うん、で、なんなら、あの、セカンドステップのカメラマンとかもやってもらってたんで。はいはいはい。だから、なんだろうな。自分が何かしたっていう記憶もそんなにないんですよね。だから、うん、まあ、100% はその入れ墨のことで、まあ、いなくなっちゃったんじゃないかなって自分は思ってるんですよね。ああ、でも入れた直後にいなくなってるってことは、やっぱりその強要されて本当に入れたくなかったんだけど入れてしまって、でなおかつ彼女にも怒られちゃって、まあ、そんなのと関わるなぐらいな感じのことがあったのか、まあ、それとも他に嫌なことがあったのか、まあ、何かしらあったからやっぱりいなくなっちゃったってことですもんね。そうですね。でも知らなかった、でもわざわざそのブロックとかまではしないと思うんですよ、うん、なんかそのね、まあもともとタイソンと知り合う前からの慶太郎さんの、まあ、後輩っていうか仲良くしてた人で、まあ、そのタイソンの強要だったりっていう問題によってその縁が切れちゃったっていうのはちょっとなんか憤りを感じますよね、さすがに。そうですね。いや、だから、まあ、動画でも話したんですけど、はい、まあ本当にちょっと無理になった理由っていうのが、うん、まあ、そこも結構大きくて、うん、そうですね。そうですね。まあ、今ね、ちょっとどうしてるかわからないですけど、まあ、やっぱり連絡が来ないとね、慶太郎さんの方からはもうこれ以上、なんか接触とかもできないと思いますし、まあ、そっとしとこうって今思ってるとは思うんですけど。そうですね。だから、動画見てくれて、なんかね、はい、連絡取る手段があれば、うん、まあ、その入れ墨、そのカバーアップする、はい、だったり、その消すだったりは、うん、まあ、自分が出そうかなと思ってるんで、うん、だから連絡してきてくれれば、いくらでもどうにでもなるんですけど、その入れ墨に関しては。でも今のお話だとやっぱりこう何か、まあ、退職すること一つにしてもやっぱりこう自分の意見をちょっと言えない性格の面があったりだったりとかっていうところがある方みたいなので、そうそう、やっぱりその
ね、例えば断るにも断れなかったっていうのもあると思いますし、あとはその、うん、そうですね、ケイタロウさんにもね、なんか、いや実は本当はやりたくなかったんですけどこういうことになっちゃってっていう、その一言もちょっと言うのが厳しかったのかなと思いますよね、そういう形で終わってるとなると、うん、そうですね、だからその時にね、あの自分も気づいてあげればよかったんですけど、うーん、なんていうんですかね、まあ、その彼の言い方がもうすごくね、あの K 君がね、うん、入れたいって言ってるんだけど、うん、いいっていう感じの話だったんで、はいはい、うん、まあちょっと自分もね、あの、はいはい、バカで気づけなくて申し訳ないなと思ってるんですけど、あのその当時ってやっぱり慶太郎さん自身もやっぱり大層のことをすごく、まあ、信用していて、だからこそその後輩の方が紹介したと思うん で、 そ, うで、ね、まあ、それはね仕方ない部分もあると思いますし、やっぱりこの見てる方からするとまあね、そうかもしれないけどもう二十歳超えた大人なんだから入れたのは自分の責任だろうとかそういうふうに言う人もいるとは思うんですけど、やっぱり今おっしゃったように世の中にはそうやってね自分が思ってること普通の人が簡単にできると思うこともちょっと難しい人とか性格的にいるわけなんで、なんか、ね、実際こうやって慶太郎さんはじゃあまあ別にねその当時は入れたいと思って入れたけどやっぱり今こうなったから消すっていうことを行動してこう自分の考えでできる人もいますけどそうじゃない人もいるじゃないですか。で結局、うん、 そうですね、その方もそうだし慶太郎さんもそうだと思うんですけど結構なんか年末年始ぐらいにあの入れ墨すごい何人にも入れさせるラッシュみたいなのあったじゃないですか、謎に去年今年にかけて入れ墨ラッシュ、はい、核変みたいなやつですか、ありましたよね、はい、なんか私がマネージャーやってる頃そんなにたくさんはいなくて、まあ私が最後に記憶してる感じだと慶太郎さんが入れてたのがを見て、あ、なんかまた入れてる人いるぐらいの感じだったんですけど、なんか年末年始ぐらいにかけてすごいラッシュがあったから、はい、この人どうしたんだろう、ちょっと土地狂ってんのかなと思ったんですよ、正直本当に。でその時まだギリマネージャーやってるぐらいの時に結構ラッシュが始まってたんで、なんか何やってんのかな、はい、何に怯えてんのかなっていうか、そういうのでちょっと武装じゃないけど、あのこんだけ俺はまだ慕われてるんだってことを世間に多分伝えたかった行動だと思うんですよね。なんかそういうとこありますよね。ありますよね。ただね、一応こういうチャンネルでまあちょっと注意喚起すればまあね2万人ぐらいの人は見てくれると思うんで、まあ一応もうこれ最後になると思いますけど本当注意喚起っていう形で、ね、ちょうどまあ慶太郎さんが入れ墨をまあカバーアップしてるタイミングだったんで、最終的にねこういう風にならないようにって言ったらちょっと慶太郎さんに申し訳ないですけど、こういう風に後悔してこういうことにならないためにもう今私たちが情報出してるんだから今後そういう人は増えてほしくないなっていう気持ちでまあちょっと今回動画を撮らせていただきました。そうですね、まあ、入れ墨痛いしお金かかるしあれですかね、まあでも自分のしたことなんでそこはちゃんと最後までやりますけど、まあちょっと、慶太郎さんの方で、まあ2回目の配信はしないっていうことでしたけど、まあ完成の時はね、また動画出るっていうことですので、皆さんちょっと概要欄の方から、チャンネル登録と視聴の方よろしくお願いいたします。すいません。よろしくお願いします。すいません。本日もありがとうございました。お越しいただいて。いえいえ、ちょっと、とんでもないです。ありがとうございます。ちょっとね、慶太郎さんの方でまだコラボできてないんで、あ、そうですね。はい。ぜひぜひ。土曜日とかの夜でもしお時間いただければ慶太郎さんの方でもコラボさせていただこうかなと思いますので、その時ってあれ、はい、マネちゃんどっちの方がいいですか、ライブでそのまま話した方がいいのかそれとも収録で出した方がいいのか、うん、どっちの方がいいですかね。まあ、もう全然私はライブでも動画でも両方でも大丈夫ですよ。はい、本当ですか、ありがとうございます。ちょっとまたコラボさせていただくこともありますので、はい、近日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。本日ありがとうございました。いえ、とんでもないです。すいません、ありがとうございました。はい、ありがとうございます。